どうも、皆さんこんにちは。ゆっくりのマリサと、ゆっくりの霊夢が、ギターカバー動画を紹介します。ねえマリサ、そのお面は何なの？マリサじゃないぜ。ジョニーだぜ。アザラシにしか見えないわよ。これならどうだ？うわー。マリサ、早く戻ってきてー。というわけで、今回のギターカバー動画は、ライオットの成田です。成田は1979年に発表されたライオットのセカンドアルバムのタイトルにもなっているインストナンバーです。このアザラシ人間は何なの？彼は頭はアザラシ、体は斧を持った人間というバンドのマスコットキャラクターだ。名前はジョニー。なんで相撲取りなのよ。バンドリーダーのマークリアルが日本の成田空港闘争にインスピレーションを受けて制作されたアルバムってことで、タイトルは成田、背景に富士山、体は力士にしたらしい。こういうことだね。そういうことだな。チュンリー、ピンチだね。それは今関係ないんだぜ。アメリカのバンドではあるんだけど、独特の哀愁を帯びた楽曲やメロディーが特徴なんだ。いわゆるライオット節だね。今回カバーした成田も独特のメロディーセンスが光る名曲でファンの間でも人気があって、ライブでも演奏されているぜ。確かこのアルバムは日本で先行発売されたんだよね。そうだな。ファーストアルバムがバンドの想定以上に日本で受け入れられたからな。東京ローズって曲が入ってたり、ウォーリアーって曲がカバーされたりしてな。あ、それは知ってるわ。バーイバイボーイ、私は行くわってやつね。楽曲のアレンジ、メンバーは気に入ってたみたいだけど、歌詞は、とほほなんだ。どんまい。興味がある人向けに概要欄に URL を貼っておくぜ。ちなみに冒頭で説明したジョニーはライブでも登場することがあるぜ。一人じゃないのかよ。では話はそろそろ終わります。動画が気に入ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までゆっくり見ていってね。